はるかの気ままにアルビドーク。昨日ね、うち実は、はい、ああ特番の、はい、地上波に進出する特番の収録を無事、昨日終えてきました。ね、堀米選手と千葉選手と、ああ楽しかったですね。楽しかった。もうさ、やっぱりサッカー好きだな。もうね、ずっと言ってる、南部さん、昨日収録終わった後からずっとそれ言ってる。どこの馬の骨ともしれない我々のね質問に対してもちゃんと答えてくれる、答えてくれるっていうね。しかもあるパートではなんていうの、我々ど素人を前にして、うん、いや皆さんで意見出し合いましょうよみたいなね、うん、ことを言って、いや僕ら素人なんですけどって言ったら、いやいやそれはいいんですよみたいなね。ね、二人もう堀米選手もね、そう、そういうだからいいんじゃないですかっていう、うん、はるかの気ままにアルビトーク、 YouTube から地上波にお邪魔します。ゲストにはキャプテン堀米雄斗選手、そして千葉和彦選手が出演。チームの裏話、そして前半戦も一緒に振り返ります。いくぞ。で、前節スコアレスドローでしたね。何回、2回目かな今季。これ何、何の数字。あ、そう、この下の数字がですね、もっと多いかな。パス、はい、パスもっと多いね。あ、そうなんです。アタッキングサードのプレースの合計ですね。はいはい、それぞれ。こっちがアルビ、はい、左がアルビで右がミトということで、ね、まあ圧倒的にアルビの方が多くて、うん、倍以上、そうですね。でミトは半分以下ぐらいですか、うん、でこのカッコの中に書いてる数字がこれミトの前節のアタッキングサードのプレースなんで、ああ、だからこれ非常にこの試合、なるほどね、水戸がかなり守備的だったっていう、かなり引いて守ってたっていうことか、はい、まあ、で我々も分析というか特徴をね、うんうん、説明した時に、まあ、水戸は攻撃的なサッカーをやるというようなことをお伝えはしてたんですけど、ちょっと予想に反して、ね、かなり後ろにこう中心を置いてたな。昨日堀米選手も言ってましたよね、水戸は意外だったって、うん、そうですね、うん、こういう風なこう戦い方をしてくるとは思ってなかったってね、うん、堀米選手も言ってましたよね、うん、もっとこうやり合ってくるかなと思ったけど、うん、だからこれ見て感じたのはやっぱりもうね、アルビーシーズン序盤から上位を走ってて、これ相手のチームからしたらもう、うん、ね、シックスポイントゲームというか、うん、勝てば金星っていう、もう相手として見られていて、これだからビッグスワンに乗り込んでくるチームは今後だから勝ち点1拾えれば御の字みたいなチームが今後増えてくると思うので、まあ引いて守ってくるチームは、ね、非常にこうホーム戦こそやりづらい試合が増えてくるのかなっていう、その前兆みたいなね、なるほど、試合でしたよね、うん、まあ千葉選手も中位以下、中位や下位のチームは残留とかも考えると、そういう現実的に勝ち点を拾うっていうやり方はしてくるかもしれないということはおっしゃってましたね、まあ、個人的に、うん、個人的にはなんだろう、あ、現地で見ましたしね、あ、そうそうそう、今回はね、またインスタントで見てきたんですけど、もっとシュート打ってほしかったなっていうのは、うん、そうですね、あるシュート数はあんまり変わんないんでしたっけ。シュート数はね、アルビ確か前半1本だったんですよね。そう、うん、そう、後半はね、うん、後半特に最後の15分ぐらいは結構 ね打ってたけど、終わってみれば新潟11の水戸8と、あ、枠内は新潟4の水戸1ということでね、あ、まあシュート数でもね一応上回ってはいたんですけど、なんかもっと分かんないですよ、うん、これですなんかね、プレーしてる選手とかが聞いたら違うって言うかもしれないけど、うん、もう入んなくてもいいし、うん、なんかもう、え、そこで打つみたいなタイミングでもいいから、うん、無理やりでもいいからもっとシュートを見たかった、うん、分かります、その気持ちはペナルティーエリアの進入回数とか、うん、30メートルラインの進入回数とかあるじゃないですか。多分ね、ボックス内の進入回数も、もちろん多いんだけど、うんうん、崩してチャンスっぽい感じでボックス内にはたくさん入ってはないのかなっていう印象はあったっすよね、うん、そこはだから本当水戸もかなりね、ボックス内で人数かけて守ってきてたんでね、うん、そう、人数多かった、うん、そこを崩すっていうのは、うん、
至難の技ですよね。どちらかというとチャンスは作ってるんだけど決めきれなかったっていう一歩手前な感じがしたんですね、うん、チャンスをあと一歩でチャンス作れそうなんだけど作れなかったみたいな、どちらかというとそっちなのかなっていう印象はちょっと持ちましたよね、まあ、ただ明るい材料も一つあって、コウ選手のこのアタッキングサードのプレー数がズバ抜けて多かった試合で、だいたい平均で20回前後なんですけども、この試合は58ということでね、3倍近くってこと、過去最高値でも確かになんかすごい出てきてる感はあった、うん、これしかもプレー数だからボールを受けた、そうですね、ボールをタッチした回数っていうことですよね、ほぼまあタッチした回数ってことでもあるかもしれないですけどね、これはいいんじゃないですかね、まあ、前半もねシュートを放ったのはコウ選手でしたからね、うん、まああれも本当さっき大西さんが言ったように、まあ入らなくてもいいから打つみたいな、ね、感じのシュートで、だから非常にこのボランチがね前来てるっていう兆しがね見えた試合ではあったんで、2位もねこれ本間志音選手と並んで藤原壮也選手が入ってるっていうので、非常にこう後ろからの押し上げっていうのかな、そういうのは数字としても表れてる試合でもあるんで、藤原選手最近もでも、そうですね、多いですよね、秋田戦なんかもそうですよ、だからまあ非常に、まあ、結果はね、0-0 でしたけど、うん、次につながるようないい兆しは見えてたのかなと、ね、うんうん、一つ思いますね。昨日さ、なんかこう今なかなか勝ちきれない試合が続いてますねみたいな、じゃあこれどうやって乗り切ろうみたいなテーマもあったじゃないか、うんうん、で話した時にね、まあ、千葉選手いたから俺思い切って聞いてみようかなと思ったことがあって、でも勇気がなくて聞けなかったことがあって、聞けばよかったのに、今言ってもいい？いやでも聞きます、代わりに。あのさ、はい、同数守備をするってどうなる？同数守備？同数守備？こうね、サッカーの前提となる考え方って、攻撃の人数よりも守備の人数が1枚多いっていうのが拮抗している状態なの。それは安定している状態なのね。で、新潟が攻めてる時に、相手が2枚残したら、3枚残るんですよね。後ろに、まあそうですね、大体ね、ボールがこう攻めてる時に相手のフォワードとかが2枚ぐらい前に残ってたら、大体3人ぐらいはその守備を気にしてるっていう状態にするわけです。でもそこも気にしない、気にせず同数守備にする。つまりそうすることにどうなるかっていうと、相手も同数守備を迫られるわけですよ、はいはいはい、そうですね、だからこれ1枚引くんですかって話じゃないですか。ってなったら、もうほとんどカウンターの脅威はないけど、行きますと行きますと、もう同数守備ですで、ここにいいボールバシンと足元になんかどっかで奪われてつけられたら、うんうん、もう1対1です、怠慢ですから、怖、うんうん、だけどね、ボールポゼッションとか攻撃回数とか、うんうん、いろんなこと考えたらアルビって全ての数値で多分1番だと思うんですよ、うんうん、だから基本的に攻撃機会はアルビが一番多くて、相手の方が絶対少ないんですよ、うん、ってなったら同数守備ってことになってれば、どっちが失点する確率高いのって言ったら、攻めてる回数が多い、ボールを持ってる時間が長いアルビの方が得点する確率高いんじゃないかっていう、うん、すごく安直な確率的なねそれがそうなんだったらみんなやるでしょって話で、どこもやるチームってほぼないから、同数守備ってだから机上の空論なのかもしれないですけど、まあかなりのリスクはありますよね。ものすごいリスキーなことですけど、まあ、でも基本的にアルベルト監督がやろうとしてるサッカーっていうのは本当にそのプラス1っていうかね、うんうん、の局面を常に作り続けるっていうのがそのポジショナルプレーっていうね、うんうん、プレーの目的でもあるんで、数的優位を作るっていうね、それだから、まあ、ただ相手陣内で数を多くするっていうんじゃなくて、いかに効率的にこう効果的に数的優位を作り出すかっていうところが大事になってくるのかなと思いますね、うん、でまあこの試合見てね、割と結構ね 0-0 だったっていうことでちょっとみんな焦り始めたというか、ちょっと、うん、この後どうなるんだみたいなことをね心配してる人も多いかなと思うんですけど、でも昨日選手に聞いたら、いや前半戦でねこの3位この位置にいるっていうのはいいんじゃないのみたいなね、うん、そこまで過度にねネガティブになる必要もないんじゃないかみたいなね、
全然、ね、あまり言いすぎるとネタバレになるから言わない全然そんなね。いや実際そうでしょ。あでもこれあのネタバレとか関係なく、うん、実際かなりダントツで走ったから、うん、落ちて3位だっていうふうに思うと、うん、そうちょっとね良くなくて、だけど分かんないじゃん、うん、だって開幕戦落としたら最初もう15位ぐらいから始まって、うん、徐々に徐々に上がってって今3位だったらよしいけるぞっていうムードになるし、同じ勝ち点同じ順位でもどうやってそこその順位に立つかで多分ムードって変わるから、うんうんうん、そこは見る側も冷静にオッケーだよねっていうね、あ全然いいじゃんっていう、すごい冷静に見た方がいいと思いますよね、うんうん、いい意味でも悪い意味でも1位になれすぎたんですね。でそう私たち僕たちがあのもう当たり前のように1位だと思ってた今シーズンずっと1位のままだなって実際思ってたから思ってた、うん、そんなやっぱね甘くなかったんですよ。いやそりゃそうですよ。そりゃそうだよね、うん、まあでもねこれ1位から4位が勝ち点40台に乗せてるっていうね、非常にこれは近年稀に見る、ね、熾烈な昇格争いですね。でまあ次はね、はい、岩田ということでね、まあ、早速ねあの昨日ちょっとお二人にね、はい、ちょっと聞いてきたんでね、ぜひえもう行っちゃいます、もう見とりあえず見ちゃいますか、どうぞまあ前半戦の締めくくりに、はい、岩田との戦いが待ってますが、はい、どうですかこう岩田に対するこうイメージとか何かあったりします？そんなにこう難しい、めちゃめちゃ難しい相手ってイメージはないし、自分自身もあの何度か対戦して、まあ、去年のアウェイの岩田戦はかなり印象に残ってるんですけど、まあ、やっててやっぱり、まあ、向こうも自分たちのプレーを出すチームなのでやり合ってて楽しい相手だと思うし、まあ、ただ本当に、豪華なメンバーというか実績のあるメンバーが揃ってるので、まあ、楽しみだなと思いますね。まあ、監督もねマサ君だししっかりと勝って挨拶しに行きたいなって思ってますね、はい、千葉選手はどんなイメージありますか？はい、自分たちに対してっていうよりも自分たちのサッカーをっていう貫くチームだと思いますんで、逆にそっちの方がやりやすいかなと思いますし、であとこの試合はエコパなんですよ。そうです、うんうん、ここまで多分ジュビロずっとホームを山張りやってたと思うんですけど、やっぱそこのエコパで開催っていうのもちょっと普段とは違う雰囲気、彼らにとってもちょっとアウェーまではいかないですけども、うん、なんかちょっと変な雰囲気にはなると思うので、うん、そういったところも含めてちょっと面白い試合には、面白いっていうかつけ入る隙はあるのかなってそういうとこ感じますね。なんでエコパなんかよくわかんないですけどいや大一番って取ってるんですかね。なんか5万人入りますからね、うん、はい、なんか2万5000までいけるってことですか？ですかね。半分だとそうですよ。そうなんですか、グニーさん、いっぱい入るって読んでるからエコパにしたの？可能性はある、うん、僕ら欲しいの、でも多分そうです。あ、そうなんですか。札幌は浦和の時は絶対札幌ドームでやるように意地でもやるんですよね。だからやっぱそんだけ新潟のサポーターの威力は認められてるってことですね。そうですね。僕らで言ったらずっとね、あのビッグサンでやってたのにいきなり来週シリクみたいな感じなんで、でもそれちょっとね肩透かしじゃないけど食らってると思うし、選手たちもちょっと感覚狂いますよねきっとね、はい、僕らはですけど多分彼らの方がちょっとね、うん、はい、感じると思うんで、まあ言ってもね、選手はいい選手が揃ってるんで、はい、1位ですね、ガチガチの人件費。そうですね。あ、そうなの？金ありますね。本当だな、ムカつくなお金じゃないよゴメス、ガツンといかないと。そうですね、お金じゃないんだよゴメスお金もらってんのこの人たち勝ちましょう。いやでもね楽しみっすね、うん、でもこういうねチームに勝つっていうのがすごい、あの波に乗れますし、サポーターの方もねそれを期待してると思うので、それに期待に応えたいです、うん、楽しみ、はい、10戦無敗ですからね。すごいです ね、どっかでは負けるから、次で負ける、そうなんですよ、次で負けるはずだ、俺らもありましたからね、こういう時期。そうそう、ということでね、はい、あの千葉選手がねこのエコパー、うんうん、ポイントだみたいなね、ポイントというかね出ましたね、一つ
年に何回ぐらい使うんですか、エコパって。ほとんど使うの。そう、だから本当だから、ね、でも今年も1回やってたような気がするな、エコパで。へ、その時どうだったんだろう。その時どうだったんでしょうね。まあでも調子はいいですもんね。そうですね、またルキアン選手も10得点かな。あとこの左の松本雅也選手っていうのがね、14番、非常にこれ高精度のクロス供給してきますんでね、もう6アシストしてるのかな。この両ウィング両ワイド非常に質の高い選手なんで、そうというね、岩田はあのストロングに書きましたけども、効率的なアタッキングサード進入、非常にだからこのビルドアップからこの相手陣内に入るこのスピードっていうのが非常に速いなっていう、で大体そこに入ったらそこでキープし続けるというか、左でクロス上げてダメならじゃあ次また右からみたいなね、右からクロス上げようとしてもちょっと無理そうなのまたちょっと左に展開してみたいなね、そのペナルティーエリア周辺でボールをキープしてる時間っていうのは非常に長いなっていう印象を受けましたね。あとさらに言えばその3センターバックのね、左の特にこの伊藤洋輝選手は、まあ、ドイツに移籍しますけどね、上がってきますからね、あと前節岩田は長崎とやって1-0で勝ったんですけど、その1点はこのロングカウンターでしたね。相手のコーナーキックからの拾ったボールをそのままつなげてゴールというようなね、まあ、ポゼッション型ではあるんですけどね、非常にカウンターの質も高いということで、その辺も要注意かなという、ね、気がしますね。ただこの後ろで例えばこの特に3番の大井選手とかあとキーパーとか、割と新潟と比べればこの最終ラインでボール回してる時にちょっとなんかちょっとミスったりして危ないみたいなねシーンがあったりもするんで、こうどんどんねこの最終ラインに対してプレッシャーかけていけば新潟もチャンス作れるんじゃないかなというね、得意のショートカウンターとかでね一つ点取れるチャンスあるかなと思いますね。じゃあもうガンガンプレスかけて、ガンガンプレスかけてね。あとやっぱり15番のね伊藤選手が高い位置を取る分その裏は割と空きやすい傾向にあるんでね。大井選手って大井健太郎？そうですね、だからあそうですね、新潟にいたこの3番大井選手と大井健太郎選手とね、あと23番のね山本浩介選手、ああそうです、元新潟だ。あともう一人ね、我々にとっては大部選手も、大部選手も言われてます、ね、鈴木監督もだって、そうですね、監督もね、なんですか、紅白戦ですか割とさ、新潟にゆかりのある選手、監督多いということで、多いですね。大部選手も、ちょっと最近スタメンには入ってないですけど、なんか髪色がなんかすごい入ってそうですね、赤くなってましたからねなんか今度青に変えるとか言ってましたよ、お、本当ですかどうだろう、すごいですね。ちょっと新潟戦ベンチ入りはしてほしいなと、ね、思ったりもしますけどね。見たい。いやまあすごい大きい試合で勝ちたいですけどね。大きい試合で勝ちたい。だけどあの やらないものを言ってもしょうがないかもしれないですけど、でも負けたとしてもそんなに気にしてないと思うんだよね。まだね。今まだ、ね。まだ満点なんですか。岩田とはまだもう一試合直接対決があるからね。でもまあ。うん。勝つんじゃないですか。お、久々に勝つと思いますよ。久しぶりに聞いた、いや俺なんかね昨日千葉選手と小梅選手とお話を聞いていて、あなんかこう勝てるなって思いましたね、なんかすごい思った。そうですね、うん、なんかなんていうんですかね、やっぱり自分たちがやってきたスタイルは間違ってないっていう、やっぱり、ね、確信を持ってるからね、やっぱ自信はあるんで、すごいそれありましたね、まあ我々もね正直ちょっと水戸戦の結果を受けてちょっとナーバスになってたんですけど、ちょっとね収録終わったらちょっと楽になったというかね。いや本当本当、だから皆さんもちょっとその特番をねあのちょっといや本当見てほしい、これを見れば皆さん楽になれると思います。すごいしれっとこういい流れで入れてきましたねでも本当に本当に本当に見てほしい、みんなに。なんかちょっとね、いやいい感じなんだけどどうやって点取るんだろうみたいな
試合がいくつか続きましたね。まあ秋田戦は2つ取ったんですけど、まあ苦しちょっとね苦しいかなっていう、ね、岡山も含めてね、うん、だけどなんかあ別にまあそういうこともあるさぐらいでいいんだなっていう気にすごくなりましたね、うんうん、昨日安心した、うん、だからまあ勝つでしょということでいいんじゃないでしょうかね。勝つと思いますけどね、うん、OMVP って言いますか。あ、そっか、ね、OMVP 水戸線の OMVP、 水戸線の OMVP はデータ的にはね、私、うん、もう普通に高選手お、これもう普通に決めてた、今週は、うん、まあ、ね、さっきもデータに出てたけどシュートも打ってくれてたし、ああいう風なプレーもっと見たいなっていうのもあるし、あと最後、試合終わった後にですね、悔しがってたじゃないですか、うん、なんかああいうのいいですよねあの感情がこう表に出ちゃうタイプねのいいですよね。そう、まあ、かる。普段すごいにこやかにね、うん、してる選手だけど、うん、ああいうところでこう熱くなってる姿を見ると余計また応援したくなるなと思って、はい、高選手、今日もここまでご覧いただきありがとうございました。気に入っていただいた方、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここのか見てね、ぜひリアルタイムで、録画もリアルタイムもどっちも